女子プロレスファンの皆さん、お待たせいたしました。全日本女子プロレス中継、今日は岩手県にやってまいりました。岩手県盛岡市からだいたい車で1時間ぐらい南に下ったところにあります水沢市、水沢市民体育文化会館からの中継をお伝えしてまいりたいと思います。塩野さんがですね、今日はゴルフかなんかでしょうかね、お休みということでございまして、私が今日は中継を担当したいと思います、三宅でございます。それでは今日の解説のお二人、早速ご紹介してまいりましょう。まずは前回お休みを取ったという阿部さん、どうもよろしくお願いします。ご無沙汰しました。もう前回ですね、前任者の宮本さんが随分苦労してました。そうですね、なんかもう選手の特徴とね、こう顔が一致しないとそういうこと言っておりましたけど、やっぱり時の移り変わりは早いということ言ってましたけどもね、まあでもやっぱり昔取った杵塚ですね、さすがに無難にこなしておりました。今日は阿部さんね、メインにちょっと珍しい選手といいますかね、若い選手が出ましたね。そうですね、今一番勢いのあるのが吉田真理子と、この吉田が北斗と組んで、まあ、ブル井上京子と対戦するんですけどね、この勢いがどこまでこう通じるか、まあ、いい試合を期待したんですけどね。この間テレビ撮りなかったんですけども、後楽園ホールで随分いい試合したらしいですね。そうなんですよね、これこう今一番本当に勢いがあるんです、本当。ね、はい、楽しみにしたいと思います。さあ、そしてその隣はライオンです、飛鳥さんです、よろしくお願いします。はい、飛鳥もわんこそばを随分食べた、200杯ぐらい食べてない、食べてない。でも本当にね、こっちの女性の記録が360杯っていうのらしい。それきっと、昔巡業で来た時に、ジャンボ堀選手か大森選手だと思いますよ。見てるよ。こんにちは。本当は食べたことない、食べたことないんですよ。ちょっと記録に挑戦しますか。じゃあ、なんか阿部さんは144杯まで行ったんですよ、ね、食べたらしいですね。まあ 4,5 年前の話ですけど、何回目でやったんですか。2回目、ね、2回目、はい、それもこれです。また何回も何回も挑戦したらしいですね。結構好きなんです ね、 ね、うちのスタッフが大体130ぐらい食べたらしいですけどね。我々もちょっと終わってから挑戦したいと思いますけど、アスカは今日は試合ね、はい、どの試合を。今日ですね、私は全日本選手権に注目してるんですけど、最近成長著しい井上貴子、王者井上貴子選手にですね、期待の大型選手、長谷川早紀選手がですね、どこまで突っかかっていけるかと、それに注目してるんですけど、ね、タイトルマッチね、あと180センチがありますとね、生えますからね。アスカどのぐらいだっけ。170です。170、ちょうど同じぐらい。同じぐらいですね。やっぱ向こうのがね、スタイルいいんですか。そりゃそうでしょう。ということで今日は、はい、アスカのインタビュー、今日長坂がいないんですよ。そうなんですね、だから、まあ、私流で先輩の目から見たインタビューをしてみたいと。なるほど、ね、これちょっとね、雰囲気が違うインタビューになるんじゃないかと思いますけどもね。私はちなみにですね、今日は山田とね、トヨタが組むという、これをちょっと楽しみにしてるんですけどもね、皆さんはどの試合をね、どういうふうにご覧になりますでしょうか。早速ご覧いただきたいと思います。これから今日唯一組まれました6人タッグマッチが行われます。まずは青コーナー、レビー・マレンコを先頭に立ちまして、その後ろから高橋美香、そして神谷美織が登場してまいります。レビー・マレンコに対する大きな声援であります。まずは神谷美織、そして高橋美香に対しては高いテープが飛び込んでおります。ライティングが変わりまして、そして音楽も変わっていきます。これから赤コーナーの3人の選手が相次いで登場してまいります。神谷、レビー・マレンコ、その青コーナーに対します。赤コーナーの3人は南鈴鹿、堀田由美子、そしてエッセルモレノであります。この赤コーナーは強力なこのトリオであります。まずエッセルモレノを先頭に入ってまいりました。現在全日本タッグチャンピオン、その後ろから堀田由美子、そして南鈴鹿であります。
さあこれから30分の一本勝負、6人タッグマッチであります。南鈴鹿、堀田由美子、エステルモレノという非常にこれは豪華な赤コーナー、そして青コーナーはジャングルジャック、高橋美香、神谷美織にデビーマレンコを加えた3人であります。これはしかしなかなか異色な組み合わせといいますかね、取り合わせですね、これね。どんなこれ組み合わせな対戦になるのか。まずエステルモレノが出てまいりまして、そして高橋美香、まあ言ってみますれば非常に似通った選手が2人がまず出てまいりました。阿部さん、まあそういう意味で3人ともね、お互い共通項がありますね。ああなるほどね、よく考えてみればですね。はいはいはい。さあロープに振りました。おっとドッキック、おっとエステルモレノらしいところであります。さあロープに振ってもう一発ドロップキック、強烈な相手であります。さあ見せます。さあそして抑え込んでいく、非常に速いテンポのデビーマレンコであります。そして観客を沸かせることを忘れません、このデビーマレンコでありますが、さあ逆に今度は高橋美香がドロップキックを返してあります。そしてもう一発起き上がってくるところ、さあすかさずここは南鈴鹿にタッチであります。さて南鈴鹿とそして高橋美香の対戦になってきました。まあ、この南鈴鹿とデビーマレンコが2回やった感じと言いますかね。そうですね、テクニシャン同士という感じですよね。そしてこの神谷美織とそして由美子がなんとなくこの、まあ、シューズもね出ますしね、まあ、キック系統です ね、なかなかうまいマッチングなのかもしれません。さあ神谷美織が髪を引っ掴んで南鈴鹿を持ち上げて、そのままちょっとこの南鈴鹿がね、前回のオールパシフィックをね、王者から滑り落ちてしまいました。まあ、前回の大阪決戦であったわけでありますが、まあ、マリンウルフは結局、まあ、その時も情報として言えましたけれども、まあ、解散することはないということをね、言って我々非常に安心したんですが、ちょっとね、マリンウルフもうなくなっちゃうんじゃないのっていう話が一瞬出ましたよね。そうですね、雰囲気としてはそんな感じでしたけどね。さあそして4の字の体勢に入った、4の字固め完璧に入った、リング中央であります。完全に入っているリング中央。さあ髪は苦しそうだ、ゆっくりとホッタが出てきて背中にキックを一発見舞っていく。さあデビーマレンコ、この間を利しましてデビーマレンコも出てまいります。考えですねデビーはね、えちゃんと村山大地の視点が離れるところを見てますね。非常にこの辺も日本のマットに慣れてきた、相手の出方も分かってきたようなところが見えます。さあオールパシフィックの王座から滑り落ちたとはいえ、実力的にはトップクラスのこの南鈴鹿であります。おっと強烈なキック、あっとこれもです。あ完全に神谷美織の足に照準を絞ったようであります。代わって堀田由美子が出てまいりました。まあ現在はこの全日本女子プロレス遠征の真っ最中でありまして、選手たちもちょっと疲れが溜まってきているところかもしれませんが、さあこのキックをもろに受けた神谷美織であります。なんかあったね、はい、その6月いっぱいまでのスケジュールでね、去年より37試合多いらしいですよ。そうですか今は試練時なんでしょうね去年はだいたい6月いっぱいで91試合を消化していたこの全日本女子プロレスなんでありますが、6月いっぱいのスケジュールでいきますと128試合なんと組まれているそうでありましてでこのペースでいきますとだいたい250、60試合に行くというね。いいんですよ、私たちは310試合ありましたから。あ、アスカの頃はそんな感じだった。ありましたね。あ、310試合、おっとこれはカウント2つであります。310試合って言ったらもうほとんど休んでないでしょ。ほとんど毎日みんな交代休みの仕事 ね、あ出ない日もあったりする、はい、でもまあいろんな地方に行ってね、いろんな方に見てもらうのがいいんですよやっぱり。確かにね、もう6月なんかね20何連戦っていうのがねあるでしょ。もう大変なそのロードでありますが、そういう時はやっぱりね体調万全に、もうあの整えるのが大変なんですよ、一回サーキットに出ちゃうとね。そうみたいですね、まあ、この後出てまいります。アジェコングなんかもねちょっと体調崩したりなんかしてましてね。そうですか、
まあ、一番の体調維持が気にかかるところでありますが、まあ、こういってね、この遠征先で の, そのお客さんが、ね、一番喜びますんでね、こういった、ね、女子プロレスというのね、この女子プロレスのいいところというのをどんどん見せてもらいたいところでありますが、さあカウントが2つであります。今日エステルはカウント2が多いですね。エステルもちょっとね、このエステルモレノももしかするとそういったところの体調面で苦しいのかもしれませんが、シンティアが今ね、いないんですよね、妹さんがね、今あのちょうどユニバーサルの方に出場しておりまして、このあと山本と長谷川も合流するそうでありますが、シンティアは一足先にユニバーサルの方に合流して、試合を行っているそうであります。さあセカンドロープ、セカンドロープ、さあデビー、これはちょっと、ちょっと阿部さん、デビーがあのセカンドロープに登るのをね、まあ、ちょっとね、ちょっと時間がかかった分だけ、はい、その分だけ逃げられました。さあとこれはロープ、さあトップロープを使った、そのまま投げを飛ばしていく。このあたりが、このあたりがさすがという感じのエステルモレノであります。さあ赤コーナーの動きが一気に、おお一気に何か激しくなってまいりました。さあ何がどうなっているのか、南が飛んだ、南が飛んだ、南が飛んで、そしてニュートラルコーナー堀田が行っている。さあここは、ここは堀田が、堀田が危ない、堀田が危ない、堀田が返した、堀田が返した、カウントは2つ、高橋と堀田。さあロープに振り返したのは高橋美香でありますが、さあここは肘で顔面のあたりであります。さあそしてダブルアーム、そのまま落とした、カウントが入るぞ、カウントどうだ、危ない、あこれは神谷美織が間一髪間にやった。トップロープに待っているのは南鈴鹿、飛んだ。さあそしてエステルモレノも飛ぶ。さあそして最後赤コーナーで待っているのは堀田由美子、堀田由美子が飛んだ、肘が飛んだ、3連発。さあそしてダブルアームか、ダブルそのままもう1回落として、これは完全に決まった。ゲームプレーであります。ロープ会場団からの赤コーナー3人による3連発、阿部さん見事でした。いや最後は良かったですね、動きが急に良くなりましたね。はい、本田陸が一旦あのまあ、ボムでね、一旦沈めてそれを返された突破でしたね。そうですね、まあ、タイガードラゴンね、2発目ですけどね、はい、やはり、まあ、最後の連携が良かったですね。良かったですね、はい、やはり、まあ、戦前の予想通り赤コーナーの方が若干一枚ずつ上だった、それがそのまま試合の方にも出たのかもしれません。南鈴鹿、堀田由美子、この60年ペアとエステルモレノというこの組み合わせの3人組、赤コーナーが勝利を収めました。おめでとうございます。最後はね、もう本当に3人のコーナーのコンビネーションから、あの、堀田のこう、なんて言ったら、タイガードライバーで決めたんだけど、相手のチームよりは、やっぱり自分たちのが、それぞれ比べても一枚上っていうのを感じてたでしょう。そういった意味では、やっぱり、まあ、そうは思ってはいても、こう、どんどんやらなきゃいけないなっていうのは、思いました。そうですね、やっぱり、一枚上だと思ってても、やっぱり、いつどういうふうにあの向かってくるか、抜かされたりするかわからないので、やっぱり思いっきりガンガン潰して攻めていかなくちゃいけないなと思いました。エステルはあのね、あのもう一人外人のデビー・マレンコっていう選手をなんかこう結構意識してたんじゃないかなと思うんだけど、そこら辺はどうでしょう。あの人はどう、アメリカにしたらすごくいいけど、まだ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 負けないこの人に、うん、頑張って、ありがとうございました。で、あの南は、はい、あの技がこうあの華麗になってきてすごく重みが出てきたと思うんだけど、はい、まあ、今日の試合とは関係ないと思うんだけど、まあ、オールパシフィックの結果については、はい、そうですね、まだ力不足な面もあったんだと思うんで、これから一歩一歩力つけて、オールパシフィックにこだわらないで 3WA のブルー中野にも挑戦していきたいと思ってます。それほども、はい、ぜひね、はい、あの一番ね自分に近い後輩なんで、ぜひ1日まで、ね、ベルトを巻いてほしいし、あのエステルもぜひあの 外、ね、外人だけど日本のベルトを巻いてほしいという期待で見てますから、頑張ってください。お疲れ、ありがとうございました。試合は30分の一本勝負、全日本選手権試合の始まりになります。チャンピオンは
前回井上京都を膝十字固めで下しまして新チャンピオンとなりました井上拓人、それに挑戦するのがグランド選手であります。身長170センチ、これからが本当に注目されております。長谷川早紀江であります。体育分会館から白いテープが数多く投げ込まれています。さあその白いテープが赤く染まっています。これからチャンピオンの井上貴人が登場してまいります。さあどうやら井上貴人人気はこの岩手県三沢市でも大変なようでありまして、非常に数多くの声援がコーナーの花道から登場するこの井上貴子に向けられております。腰にはしっかりと全日本のベルトが巻かれております。井上貴子、これが初の防衛戦です。試合に先立ちまして両選手並びにレフリー富士テレビジョンのメインさあこれから両選手そしてレフリーへの花束贈呈であります。全日本選手権試合チャンピオン井上貴子の初防衛戦、チャレンジャーは長谷川早紀江であります。さあ阿部さん、この試合どう予想されますか。技の井上ね、パワーの長谷川と、まだねテクニックではちょっと井上の方が上ですからね、どういう風にパワーを受け流すかとこういう感じだと思いますが、ただね今長谷川もねぐんぐん伸びてますんでね、そうなんですよね、その辺をどうなるかっていうのはね非常に興味深いです。はい、さあゴンが鳴りました。いきなりバックピン、いきなりソバットから入ってまいりました長谷川早紀でありますが、さあしかしこの辺りはさすがチャンピオンであります。ちょっと体勢を返していく、しかし再びまた長谷川早紀がトンピングから、さあ後頭部あたり、ああなかなかいい出足であります、チャレンジャー長谷川早紀。さあそしておっと、これはうまくかわされた。さあそして首投げから首を取っていくが、うまく足をかけていく、この辺りの動き長谷川早紀もなかなか堂々たるもんであります。さあ髪を使っての投げを打っておいて、赤コーナーから青コーナー対角線へ、さあそのままそして肘を持っていく、なかなか動きがいいぞ長谷川早紀であります。さあフォールに入りますがカウントは2つ、アスカなかなか動きがいいんじゃないですかチャレンジャー、今のコーナー飛ばしてのエルボー気に入りましたよ、今の素早さはなかなかね、ああいうことをやる選手が少なくなってきたんですが、あれだったら絶対すかされませんからね、すかされませんからね、あとあの出っ腹のソバットも良かったですね、打点も高かったですし、そうですね、まさかああいう入り方をするとは思ってなかったんでびっくりしてしまいましたが、あの久々に彼女の試合見るんですけどね、長谷川の、はい、あの私が以前見た時よりもなんか数倍こう成長したなっていう、気持ちの中でも、あそうですか、さあここからボディースラムであります。さあそしてそのまま抑え込んでいくが、これはまだ決まらない、危ない危ない、もう決まってしまうのかと思いました、ちょっと危なかった、ね、危なかったですね今ね、長谷川早紀のブリッジが若干中途半端でありまして一瞬びっくりしましたが、これをうまく避けていってまたソバットであります。さあもう一回ソバット、完全にこのソバットを自分の武器にしているようであります長谷川早紀。カウントは2つ、さあダブルアームのスープレックスか、こう描いて井上貴子がマットに叩きつけられました。少しでも疲れが見えますね、疲れが出てきましたね、ちょっとハイペースについていけなくなりました、さっきまでのあのやはりガンガン行くんだという前半の手が回ってきたかな、この辺りでちょっと確かに阿部さん動きが鈍くなってきた、さっきのあのブリッジミッツもそうでしたね、ちょっとね、というのは腰が痛いそうですね、やっぱりね、腰の辺もあるんですかね、ですからマットに叩きつけられると一瞬打ってくるんじゃないですかね、しかし腰が痛い時にああいった技ってのは難しいんじゃないかと思いますが、さあそのままあ固めていきます、ダブルアームからスープレックスを放っておいて、そしてそのままストレッチ、こういった技本当に最近この選手たちは上手くなってまいりました。
まあ、空手出身なんでね、もうちょっとあの、ね、ソバット以外の蹴りもね、出してほしいなっていうのもあるんですけど ね、はい、嬉しぎ逆十字に入りました。もう完全に入っているか。嬉しぎ逆十字、がっちりか、がっちりこれは決まっています。さあ絞り上げる長谷川、絞り上げる長谷川、ギブアッと叫びながら、返していきます。チャンピオン井上貴子、そのままホール、カウントは2つ。腕を絞られながらチャンピオン井上貴子が返していきます。あと、おっと、これは完全に入りました。アキレス腱固め、今度はアキレス腱固めであります。さあ、アキレス腱固めが完全に入って悲鳴を上げている長谷川早紀江であります。あーと、これは決まっている、これは決まっている。どうですか、阿部さん、これ決まってるんじゃないですか。そうですね、長谷川昔ね、右足首をなんか痛めたことありましたね。あー、なるほど。格闘技戦の時にね、井上貴子はよく知ってるんですね、それね。まあ、まだ悪いかどうかわかんないんですけどね、今だいぶ効いてましたね。はい、ちょっと右足を引きずるような感じで、その右足首にソバックは空を切った、バックを取った、バックドロップ一戦、チャンピオンのバックドロップ一戦であります。カウント入るか、あーと、大船山大志のカウントは 2.8、 もうほとんど手首のあたりで止まったという感じがありまして、さあ、ロープに振った長谷川先へ、そして抱え上げて、そのままアバランシュホールド、そしてそのままトップロープに上がった長谷川、さあ、おっと、体勢崩れたか、ダメだ、これは自爆であります、これは自爆。さあ、肘を落とします。井上貴子が今度は肘を落としておいて、逆にトップロープに上がっていった、そして飛んで膝を落とした。さあ、ホールに入って、カウントは2つ。長谷川早紀江も粘ります、長谷川早紀江も粘ります。30分1本勝負、全日本選手権試合、チャンピオン井上貴子の初防衛戦であります。さあ、ダブルアームスープレックス、ロープが近い、ロープが近い、危ない危ない。ちょっと長谷川早紀江の反応が阿部さん鈍くなってきたんじゃないかなという感じがしますが、そうですね、ちょっと危ないですね、危なかしいですね、さっきから。おっと、ロープに振らず、そのまま、危ない危ない、おっと、すごい技だ、これは決まっただろう、カウント3つ、急降下。安倍さん、今のはミミスペシャルだと思いますよね、萩原ミミの。私はまだあのミミ萩原が入った頃っていうのは、まあ、いなかったわけなんですけども、僕も見たことないんでね、多分そうだと思うんですよ。ミミスペシャル、あのバックドロップじゃなくて、ちょっとももの辺りを支えておいて、そしてそのまま急降下させていくというね、今のは完全に後頭部、思わず危ないと言ってしまいましたけれども、本当に危険な技であります。試合が終わりまして、握手を求め合いました井上貴子と長谷川早紀江、両者に対しまして、この水沢市民体育文化会館、ファンの皆さんから拍手が送られています。さあ、これから認定賞でありますが、しかし、まあ、安倍さん、ちょっと井上貴子ね、今日の試合は褒めるわけにはいかない試合かなという気がしないでもないですが、どうでしょう。まあ、そうですね、勝ったということでね、やはり底力ではやっぱり上だったかなという感じなんですけどね、まあ、ちょっと挑戦者の人と違ってね、受けに回りすぎですね、受けに回りすぎた、まあ、この後飛鳥がインタビューしてくれますんで、どんな言葉が出てくるか分かりませんけれども、井上貴子はおそらく反省の気持ちがあるでしょう。まあ、それだけ長谷川早紀が、まあ、ちょっと後半ペースダウンしてしまいましたが、よく頑張ったということでしょうかね。そうですね、長谷川を褒めた方がいいと思います。そうですね、チャレンジャーの長谷川の、まあ、チャレンジャー魂を褒めることにしまして、まあ、井上貴子、まずは初防衛おめでとうという言葉をこの放送できたらお送りたいと思います。おめでとう。どうもありがとうございました。ズバリね、今日の自分の出来と相手の出来を。ソバットが前、ずっと前に試合したんですけど、その時よりだいぶ良くなってて、一発目からもうすごい効いて、あれもっと連発してもっとしっかり当たるようになれば、この次はもしかしたら危ないかもしれないっていう感じで、今日は最後、昔ミミさんが使ってたミミスペシャルの固め技をやろうと思って、最後の決めで考えてたんですけど、ちょっと崩れちゃったね、はい、崩れちゃった。
まあね、先輩、元先輩として見てね、はい、王者一応さ、あのチャンピオンなんだけど、はい、やっぱり守りに入っちゃいけないなっていうのをすごく痛烈に感じたら、はい、次のね防衛戦はねガンガンいくね、はい、あのチャンピオンになってほしいと思います。はい、どうもおめでとうございました。はい、どうもありがとうございました。風薫る5月、ここ伊豆七島の一つ新島に己の原点を見つめ直し未来への飛躍を誓う者たちが集まってきた。真っ只中の5月2日から6日までの5日間、はい、日本空手道塾塾長山崎輝友先生の指導のもと春の強化合宿が行われた。正規軍の中堅から若手、そして合宿初参加のベビーマレンコも加わって、連日8時間以上にも及ぶ猛練習が続けられた。参加メンバーの中でも平成元年組の4選手にとってこの合宿にかけるものは大きい。彼女たちはここで何をどれだけ身につけることができるのだろうか。自分は他の選手に比べてやっぱり体が小さいんですけど、小さいんで走ったりするのはすごい得意な方なんですけど、大きい選手に比べてやっぱり体が小さい分、体力とか力負けしてやっぱりプロレスの方では負けちゃうんで、この合宿で体力はもちろん力もつけて、やっぱり精神的にも自分に負けないように自分なりに一生懸命頑張りたいと思います。試合で先輩とかと当たったりとかすると、ウェイトも少ないし全然パワー不足だなっていうのをいつも感じるんですけど、で今回の合宿で少しでもパワーアップできるように頑張りたいです。今回本当はこの合宿のメンバーに入ってなかったんですけども、自分から無理やりお願いして連れてきてもらったんで、何事にも積極的に取り組んでみたいと思ってます。今回の合宿で出頭期を追いさせたいと思ってます。同期はもちろんなんですけど、先輩方からも体がすごい恵まれてるって言われてるんですけど、で自分では全然その体を生かしきってないん でもっと体力つけて体に合った試合ができるようにしたいと思ってるん でこの合宿で精神的にも強くなって、でもっともっといい試合をしていきたいと思います。この平成元年組4選手に全日本女子プロレスの未来がかかっていると言っても過言ではない。それだけに頑張らなくてはいけないし、また大きなチャンスがあると言えるのだ。それぞれの課題を持って取り組む選手たちに山崎先生の激しい檄が飛ぶ。ひとときも休んでいる暇はない。なるからお前練習なんだよお前。俺は前でもっとできるよ俺は。そうもっと上げろ。あ、そうなんだ、足元俺、おなんて下げるんだよ。そうだよ、逃がすな、下げろよ。自分自身をどれだけいじめ抜くことができるか、これが合宿に臨む心構えで最も大切なことである。朝6時からのマラソン基礎体力訓練に引き続いて、午後からは海岸に出て練習再開。早くも初夏の日差しが照りつける中、各選手とも一段と気合を入れて那覇までのトレーニングに打ち込む。この足場の不安定さが強い足腰を生むのだ。おーっと気合入れて押せよ。なんでできる
山崎先生自らが名付けた嘆きの壁を使って足腰の柔軟さを鍛える。体の硬い選手には拷問さながらの苦しみだ。上げるな、これ上げるさ、こっちさ、そうよ、そう、いい、手持つな、つくよ。こうして午前中3時間、そして午後から夕方にかけて5時間という極めてハードなメニューを消化して、合宿の1日は日暮れを迎える。体力の消耗度は限界を超えた。しかし、まだ練習は終わらない。期待のかかる平成元年組4選手は、自ら夜間の特訓を志願した。こうは変わらない。こうやったらこれ当たっちゃうだろう、弱いだろう、こうしたら教えるだろう、教えつかない、ほらこう、うん、これを思いっきり思いっきり振ることによってこれが強くなるんだ。あっ、ピア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 。なんでここ持つんだよ、ここ、はい、まっすぐまで、俺まっすぐまっすぐこうだ、あ、はい、これだろ、はい、もう戻る、ここに、はい、ああ、おはようございました。切った時に極真空手とキックボクシングの世界でその名を轟かせた山崎先生がそのキックの極意を伝授する。腕の振りと足の運びがスピーディーかつ破壊力のある連続キックを生むことが分かった。本格的な蹴り技を覚えることは技術的な向上とともに先輩たちに物怖じせずに立ち向かっていけるたくましさにつながるのだ。そんな闘志のほとばしりが実力アップ以上に彼女たちには必要だと言える。いいよ、お願いします。いいよ、いいよ、後ろ見なくていい、見なくてまだわずかなスタミナがある限り、そして自分自身を徹底的に鍛え上げるという気力の続く限り、練習は繰り返されなければならない。そこまでやって初めて本当の力が身につくのだ。そして特訓の締めくくりは合宿恒例となっている股割りである。怪我をしない柔軟な体を作るためには必要不可欠なものだ。はい、足、ありません、はい、
あ、もう一人か。それ。あ、これ横ほら。夜必ず今のこれな、あの3つを使った練習1時間ぜひやってやって帰る。あった。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。大丈夫。どこじゃなかったキック。明日立てた。立てた。ママこれ確実だ。さあ帰ろう帰ろう。さあ帰ろう。もう一回帰ろう。冷たいよな。帰るよ。あ、帰るね。帰って帰ろう。帰ろう。荷物は？荷物これだけ？さとちゃん。老体？ご老体？ダメ。歩けない。すべての練習は終わった。まだまだ未熟な部分が多いが、明るい笑顔を見せる4人の心の中には少しずつ自信のようなものが湧いてきたことだろう。正規軍とは別行動を取ったジャングルジャック。今回の合宿はアジャが4月29日太田大会で痛めた膝の治療に専念するためにバイソン、タミヤ、高橋、3選手だけの参加となった。打倒獄門島の旗印を掲げ分断を形成した限りは対象格のアジャを筆頭により個性を発揮したファイトを爆発させなければ変化を取れない。高橋とタミヤにとっては一つの曲がり角に差し掛かっていると言えるだろう。軍団として結束することと並行して自らのターゲットをどこに定めていくのか。聴覚のバイソンもそのあたりを自覚して自らに気合を込め敗北に空手チョップを打ち放っていた。一方の獄門島はこのところ不本意な試合内容の続くバット吉永に投手ブル中野が激しく喝を入れていた。教えてたんだろ。なんだその蹴りは。なんだその蹴り、はい、そんなことやってっからな、はい、大田区で引き上げなんだよ、はい、引き上げったらな負けと同じなんだお前、はい、そんな弱い選手はな獄門島なんかいらねえんだ、はい、分かってなかったおめえ、はい、分かったらなんで勝てなかったんだよ。一ランドで倒せばやろあんなの、はい、一ランドで倒せなかったらな負けと同じだあんなの、はい、弱いやついらねえからな獄門島には、はい、今まで何練習したんだよ。取ってんじゃねえもんなるよ。あっち行け。邪魔だよ。今まで何練習したんだよ、はい、一生懸命やったのかそれで。一生懸命やってんだろ、はい、やってねえから勝てねえんだバロ、はい、悔しかったね、はい、バット吉永って名前の選手をな生かすも殺すもお前次第なんだよ、はい、お前がしっかりやれ、はい、なあお前蹴りしかねえんだぞ、はい、蹴ろ、はい、来いします。よし大きい、はい、よいしょ乙女よ、はい、よいしょ乙女きれ、はい、よいしょ皆さんだけ倒せ、はい、よいしょおっよいしょおっよいしょ。自分に続くものを大きく育て上げようとするブルの意気込みがひしひしと伝わってくる光景であった。今回の新島合宿を振り返って平成元年組4選手は語る。まず山本真由美は、せっかく教えてもらったんでこれ今回だけで終わらせないで今の時はちゃんと道場に帰っても練習したいと思います。まとわりやるってずっと聞いてたんですけどまさか今日だとは思わなくて心の準備がなくて痛かったです。ごめんなさいました。
伊藤薫は空手やるの初めてだったんですけど、先生に教えてもらってよかったと思います。また割りはどうにか逃れたんでよかったです。斉藤和恵は空手とかすごい初めてだったんですけど、すごいいろいろな蹴り技とかを覚えられてよかったんですけど、最後に柔軟性が自分ないんで山崎先生に抑えられて、すごい一番それが一番きつかったんですけども、プロレスでも一番柔軟性が大事だと思うんで、これからちょっとずつでも柔軟性があるように頑張りたいと思います。そして長谷川早紀江はソバットなんですけど、先生に直々に見てもらったんで、自分の技としてこれから大切に使っていきたいと思います。最初の一歩は常に小さい、しかしそれを重ねることが大きな飛躍への道となる。夢と希望を胸に歩み始めた彼女たちはきっと輝く未来の扉を開けてくれることだろう。島原救済緊急そのリングにこれから4人の選手が登場してまいります。あ、人気絶頂ジャングルジャックの登場であります。さあ駆け足で出てまいりました。まずはバイソン・キムラ、アジャコングがやってまいりました。アジャコングが、お、アジャコングがちょっと嫌な雰囲気ですね。放送席の目の前だ、放送席の目の前であります。放送席の目の前、一体これはどうしたのか。アジャコング、ちょっと私は言葉を失ってしまいましたが、アジャコングが放送席の私の方をじっと睨みつけて、そしてゆっくりとまた青コーナーの方に回っていきましたが、あっか、はい、ちょっと嫌だね。何やね、睨まれてましたね。何今の、でもレスリアってやっぱりね、はい、重みがありますね。ねえ、ちょっとアジャコングがコールされましたが、ちょっとまだ私の心臓の動機が収まりません。どういう心境だったんですかね。さあ、今まではあの明るくカラッとという感じのね、あのアジャコングでこういったあの雰囲気ではなかったんですけども、今日はちょっと目つきからして違うという感じ。放送席に一列くれてゆっくりとリング上に上がっていきました。さあ、ちょっと気を取り直しましょう。赤コーナーからは注目のコンビが登場してまいります。豊田真奈美、山田俊夫、このゴールデンコンビの復活であります。赤コーナーは久々のコンビであります、山田俊夫と豊田真奈美。このジャングルジャック相手にどういったレスリングを見せてくれますでしょうか。この赤コーナーサイズであります。さあ、ようやく心臓の動機も収まってまいりました。阿部さん、はい、この試合非常に僕オープニングの時にも言いましたけども楽しみにしてるんですけどもね、うん、ですね、うん、まあ、この前後楽園でね、アジャとトヨタが引き分けましてね、はいはい、また一つこう厚かった壁がね、はい、ちょっと崩れたんではないかと、うん、逆にそれでアジャがですね、はい、気を引き締め直してるんじゃないかと思うんですよ。あ、なるほどね、フルタイムかかったというね、はい、はい、そして引き分けに終わったという、このまずドロップキック、赤コーナーのまずは再攻撃から試合は始まります。さあ、これはもう、あー、これはダメ、赤コンビの巨体は
全くその2人攻撃を理解しません。さあ逆にジャングルジャックの2人攻撃からロープを使います。現在は30分フルタイムに戦ったアジャコングとそして豊田真奈美でありますが、まあおそらくアジャコングはその時のことを覚えていて今度はそうはいかないとそんな気持ちでいるでしょう。さあ赤コーナー山田敏夫が登場してまいりました。おそらくファンの皆さんはこの山田敏夫の試合をご覧になるのは本当に久しぶりになるんじゃないかと思います。しばらくね、試合はやっていたんですが、テレビに出るほどメインに近いところではやってなかったんですよね、この人はね。そうですね、チラリとは出ましたけどね、今日のフィニッシュシーンとかでね、顔は見るんだけどもなかなかこの試合を見ることができない。さあ、おっとキック強烈だ。おっと、これはすかされた。そしてそのままボールに入ってカウントは2つあります。さあ、そして青コーナーサイド、またジャングルジャックのペースになるんでしょうか。さあ、ロープに振ります。まあ、しかしこのジャングルジャックのコンビネーションも鉄壁のチームワークといっていいものがあります。このチームワークにトヨタ山田の久々のこのゴールデンコンビがどういったプロレス、どういったコンビネーションで太刀打ちしていくかというところでありますが、なんと言いましても怪我をする前ファイアージェスト当たったのが最後というこのタッグ、トヨタ山田のペアであります。ボディスラム、さあそしてロープを使って、あとこれをうまく避けました。さあそして山田にタッチ、さあ山田が出てまいりました。しかしさあロープに振り返す、ロープに振り返す、さあそしていい技を使って、さあそしてキックであります。あーと強烈下手にちょっと、そしてロープに振ってもう一発、あとこれはうまいキックだ。あ、山田のキック、そしてあと強烈強烈なソバットであります。さあそしてあっとそのまま落とした。これは山田が得意にしている技であります。さあそしてロープに振って、もう2人のダブルドロップキック、さあツープラトンの攻撃であります。さあそしてあっと力を合わせた攻撃が続いている、肘を落とす。さあ気持ちのいい赤コーナーの攻撃でありますが、このアジャの蹴り一発で何か終わってしまう、そんな感じがしないではありません。さあ足を取ったヒットを見舞っていきます。山田敏夫、首の周りにうっすらと新たな骨がつき始めた。それと同時に新たな希望も湧き始めました、この山田敏夫であります。一時は再起不能と言われた山田敏夫でありますが、もう何万人ものファンの署名、もう一回リングに上がらせてほしい、そういった嘆願署名が集められました。日本全国で山田敏夫のファンがもう一度この山田敏夫のリングでの勇姿を見たい、そういった気持ちからたくさんの署名が集まりました。5万とも6万とも7万とも言われています、たくさんの署名が集まった山田敏夫、そしてようやくこのリングに元気な姿を見せるようになりました。完全復活まであと少し、そんな感じがします山田敏夫。さあその山田からどうして豊田真奈美へバトンが渡された。さあドロップキック、強烈なドロップキックが見舞われていきます。さあそしてセカンドロープ、さあこの素晴らしい豊田真奈美が最近はこういったアピールを覚えてまいりました。本当にアスカ元気になりましたよね、この豊田真奈美が、ね、前にも増して打点高くなったじゃないですか。本当にね、あーはー、この四の字固めはちょっとアジャコング、これは辛いところがあります。アジャコングが、まあ、この遠征中にちょっと体調を崩しました、まあ、ちょっと難しい病名で放火式炎というんだそうでありますけども、大相撲で先場所大野国が休場しましたけれども、はい、大野国と同じやはり病気だそうですね。体も似てますか。僕は言いません、もうそういうことは。まあ、アジャコングがね、行ったというふうに伝えられておりますけども、大野国は休場したけども俺は休んでねって言ってるらしいですよ、なんかそういうふうにね。でなんか40度の熱を出して寝込んだ時期があったそうでありますが、こういったところがアジャコングであります。
膝を押さえてちょうどあの辺りだと思いますが、あの辺がちょうど炎症を起こしておりまして、体が40度以上の熱、体重は100キロを切ったそうでありますが、周りから見てちょっとそれはやはりかねるといった感じがあります。さあ、トップバッターから攻めていこうというところでありますが、山田敏夫がまた出てまいりました。山田敏夫がまた青コーナーに捕まっていく。ちょっと休んだだけでまたアジャコンが出てまいりました。もうこの人には痛みとかなんとかそういうものは関係ないのかもしれません。まさに怪獣モンスターでありますアジャコング。さあロープに振ったアジャコングのアジャストンか。さあ手を伸ばしていきます。お前だバカ野郎と言って今度はトヨタマナミを出します。どうやらトヨタマナミが標的になっているんでありましょうか。アジャプレスちゃんと当たってあります。ちょっと阿部さん赤コーナーサイド苦しいかな。あーっとそれはうまかった、これはうまかった、危ないかなと思ったところでありますが、非常にうまい、非常にうまい赤コーナーの攻めだ。さあラックルがゲームカーブを奪う場外乱闘。さあしかしアジャコングの方は、アジャコングの方は山田敏夫を捕まえて、そしてマイソン木村の方もトヨタマナミを捕まえている。やはり場外乱闘になったらの方が力は上か。カウントは続いております。場外乱闘に刺さったのは赤コーナーでありましたが、しかしながらあっという間に形勢逆転であります。ちょうど放送席の目の前、放送席の目の前、危ない、放送席の目の前。さあ強さは完全に捕まっている。カウント16、ようやく上に上がっていった。それと同時に椅子も持ち込まれました。椅子も持ち込まれて、さあ椅子でまずは総合強打、そして2人がかりで何をしようというんでありましょうか。チャンクルジャック、あーっと危ない、顔面をしたたかを打ちつけた。あーこれはレフリーボブヤザワ、さすがにこれはカウントを取りません。好きなことやってますね。いやーしかし阿部さん、今ね赤コーナーがうまい感じでね場外乱闘に持っていたと思ったんですが、ほんの一瞬でしたね。さあしかしまた赤コーナーが形勢逆転。しかしこれは同士打ちだ、同士打ち。これをやっていてはジャングルジャックには勝てないぞ。やはり久しぶりのこのコンビネーションにやはり隙が見られるんでしょうか。さあアジャコングがまた捕まった。2人攻撃だがどうか。これは体を預けられた。本当に100キロを割っているのかそうは思えないというような巨体でありますが、さあおっと、裏剣一発、そしてラリアート。さあどうやら山田敏夫が完全に捕まった。さあそして飛んだ、完全にカウントミス。ジャングルジャックの強さだけが目立った試合でありました。ゴールデンコンビトヨタ山田、やっぱりタグはね、まあ、ジャングルジャックか、来る井上京子と、これはやっぱり今2強ですからね。そうですね、この山田とそしてトヨタのゴールデンコンビ復活に、俺の方見てますね、これね、ちょっと。またちょっとこちらの方にやってまいりました。さあジャングルジャック、勝利を収めたばかりのジャングルジャックが、アジャコングが放送席の私の方をじっと見ておりますが、バイソン木村に促されてゆっくりと控室に戻っていきます。ちょっと阿部さん逃げないでくださいよ。いや僕怖いですから。いつの間にか阿部さんがそのいなくなって僕は非常に心細い思いをしましたが、一体何が起こったのか、ちょっとアジャコングに何が起こったのか分かりませんが、アジャコング、バイソン、木村がさすがという感じのコンビネーション、強さを見せた試合でありました。お疲れ様でした。今日ね、久々 のいわゆる黄金コンビと言われたトヨタ山田だったんですけど、どんな感じですか、手応え。看病人の山田のようなチームに負けるほど甘くないです。勝つのはもちろんなんだけど、今日久しぶりに山田トヨタと乱入したんで、ガンガン行こうと思います。
かなり今後のジャングルジャックの狙いは、向かってくるものは叩き潰す、それのみ。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。と言いますか、どよめきと言いますか。これから青コーナー極門島のタッグチームが登場してまいります。アジャコング、バイソン、木村、この2人があまりにも強すぎる、パワーのありすぎるコンビネーションを見せました。それに勝るとも劣らないチームであります、グル中野、そして井上京子であります。ゆっくりと白いコスチューム、ブルー中野が登場してまいりました。まずは井上京子がコールされました。完全にブルーの自由でとなっております。選手の中でおそらく一番緊張している選手がこれからリングに登場いたします。北斗晶とコンビを組んでメインイベンターとして登場いたします、吉田麻里子であります。さあ元気よく吉田麻里子が鮮やかなコスチュームに身を包んで登場してまいりました。さあそしてその後ろから悠々と北斗晶であります。メインイベンターは初めてであります吉田麻里子。テクニックナンバーワンの北斗晶とのコンビであります。さあいよいよ今日のメインイベントであります、北斗晶、吉田麻里子対ブル中野、井上京子。このブル中野、井上京子のこの最強コンビ、おそらくアジャコング、バイソン、木村に勝るとも劣らないこのコンビが、赤コーナー北斗晶、吉田麻里子に対しますが、この吉田麻里子、阿部さん緊張してましたね今日は。そうですね、この吉田麻里子がいきなり捕まった、いきなり捕まってしまいました。吉田麻里子、さあ初のメインイベンター、どんな気持ちでリングに上がったか、そんな考えにふける暇もありません。あっという間だ。さあそして馬跳びのような形になって、この辺りのコンビネーションも見事であります。井上京子、ああそして極門島だ、極門島だ、極門島のメンバーが総出であります。さあロープに振り返った吉田麻里子、さあ頑張れ、飛び込んでしました。さあそして、さあ若手のスターが全部出てきた、ベビーフェイスが全部出てきた。いやこれは大したことありません。一体どこにいたんでしょうか、こんな選手が。どこに隠れたのかわからない選手は手元になりました。さあドロップキック、さあこの打点の高い引き上げるようなドロップキックであります。さあダブルアームのスープレックス、とにかくこの吉田麻里子がメインイベンターに大抜擢を、まあ、受けたわけでありますが、この吉田麻里子の大抜擢、阿部さんはどうご覧になりますか。今後ね、はい、いいものが要するにいよいよ開花し始めたなっていう感じなんですよね。もともとバネがあってですね、はい、こう切れのいい技を出す選手だったんですけど、はいはい、それがねぐーっとこのところ良くなってきたんですね。なるほどね、テレビではね映らなかった後楽園ホール、うん、この一戦で非常にこの吉田麻里子がいい試合をしたというふうに伝えられておりますが、そうですね、その井上京子と対戦ですね、はい、まあ、タグですけど、あとエクセルとマレンコ、はい、デビーマレンコになって、はい、これはいい試合だったんですよ。なんか館内がもう本当に大受けと言いますかね、はい、非常な盛り上がりを見せたらしいですね、まあ、この後楽園ホールでの、まあ、いい試合ということも、このまたテレビ撮りの試合でメインイベントを任せてみようじゃないか、うん、こういった抜擢になったのかもしれませんけれども、とにかく今日は試合前から何か後ろにリングを見つめておりましてね、
そうですね、まあ、若い選手がみんなチャンスを与えられてるんですよね。そうですね、先ほどの長谷川にしてもね、そうですね、今回の吉田と、はい、まあ、まあ大変なのは北斗ですね。北斗ね、この吉田をカバーしながら、そして相手がブルと井上京子というね、まあ、アスカ、はい、こういうね、初めてのメインイベンター、選手にとってはね、もう大変なプレッシャーがあるんでしょ。プレッシャーですよ、私も初めて、ヤンキー監督でメインに進まれた時は、もう失敗ばっかりでしたからね。あ、これブル中野が、おい向かってこい吉田というふうにね、これがブル流のチャンスの与え方なんですね。なるほどね、なんと、さあそしてロープに振りますブル中野、あーとラリアート、体が反転しそうになりました。昔あんな感じで小松美香がぐるっと回ったことがありましたけど吉田真理子は半回転、さあそして、これはバーとパイルドライバー強烈であります。さあ、まあ、そして、北斗晶の方もすぐさま助け出すにはいかないで、なんとかこの言葉だけで声援を送ってね、吉田頑張ってみろ、そんな感じで何かみんなが吉田盛り立てようとしますね、これね、これに応えなきゃいけません吉田真理子。反面ね、ある、面白い気もするんですけどね、北斗とちょっと話したときに、まあ、味方で自分が引っ張っていかなきゃいけないんですけれども、吉田が元気なんで自分も負けないように頑張りますと言ってましたよ。ああ、まんじ固めに行こうとしてるんですけども、阿部さんどうですか、ちょっと不十分でしょ、これ。無理だと思いますね。ちょっとね、足が回っていかないんですよね。完全に相手に絡みついていかない。いわゆるオクトパスホールドと言われるほど、まあ、その相手の体に絡みつくような技でありますが、絡みついていかない。そして今の技も大きすぎて、ブルには効きませんでした吉田。赤コーナー、ちょっとタッチもうまくできないほど吉田真理子がショックを受けて今戻っていったという感じじゃないですか、阿部さん、どうでしょう。そうですね、もう思ってる以上に技が効かなかったね。やはり前回の後楽園ホールは本人にとってある程度の自信になっていたでしょうか。今日の試合にかける気持ち、まあ、期待半分恐ろしさ半分といったところだったんじゃないかと思いますが、ちょっとね、その不安な面も恐ろしい面が逆になって出てしまったようであります。しかしアスカまだ、ね、始まったばっかりだから、はい、これ ね、まだまだ吉田の持ってるね、はい、元気があれば挽回していけると思います。はい、放送席からちょっとね、吉田に声援を送りましょう。さあ、しかしちょっとこれね、北斗が捕まっちゃいけません。北斗が捕まっちゃ何にもなりません。赤コーナーであります。まあ、しかしこの井上京子も最近の活躍は目覚ましい。ちょっと膝を痛めておりましたが、阿部さん、手術も終わったみたいですね。1ヶ月前に手術しましたからね。一応復帰してから約10日ぐらいと、はい、こういう感じですね。もうほとんど万全と言っていいんでしょうかね。そうですね、まあ病み上がりなんでまだ心配心配ですけど、痛みはないみたいですしね、はい、大丈夫だと思います。一時期 の足を削りながら戦った頃と比べますとね、随分良くなったようであります。さあ、回転エビ固めの体勢でありますが、カウンターを刺す。さあ、そのまま逆転のホール技でありますが、まぐしく動いていきます。さあ、あっという間に5分が経ちました。さあ、またこういった技をうまくやるんです、この人は。あとこういうところはね、この人のストレッチ技ってのはいろんな形持ってね、今までにね、女子プロにいない選手ですよね。そうですね、本当に新しいタイプのね、はい、そういった意味ではすごい井上京子に期待して、またアハメ、井上という人っていうのは同期なんですけど、はい、そうですね、私も前々からね、放送で吉田がいいって言ってたのを覚えてますね。違った良さを持ってますんでね、今日どういう対決をしてくれるかなっていうのも楽しみにしてたんですけど、昭和63年組なんですよね。いわゆる昭和最後の選手たちとね、言われている井上京子、井上貴子、そしてこの吉田真理子、もう3人しか残ってませんでね、あっという間にいなくなってしまいまして、もっとたくさんいたんですけども、あっという間に3人になって、もう寂しい寂しいというふうに3人は言っていた。で、なかなかね、この台にはチャンスが生まれなくて、非常に目立たない存在だったんですが、阿部さん、ここに来て本当にこの昭和最後のね、この台がだん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 このリングを沸かしてくるようになりましたよね。そうなんですね、まあ、当時はね、どうしても62年組でね、はい、そうなんですよね、目がいっちゃったんですけどね、
63年組がね、うん、大きく対抗してきたんですよね。今や全日本チャンピオンが井上貴子、うん、そしてブルと組んで全くね遜色ない井上京子、そしてもうメインイベンターにのし上がっていった吉田麻里子、大したもんですよね。そうですね、さあそしてその井上京子が完全にこの北斗晶を煽っております。さあ両足を取りました。まあ、その北斗晶も吉田麻里子を称しましてね、もともといいものを持っていたんだというふうにね、それがようやく開花しただけですよというふうに軽く言ってのけておりましたが、まあそれはね、阿部さんもそして飛鳥もね、この吉田麻里子の、はい、まあ、存在というのはまだまだ目立たない頃からいいものを持ってるんだというふうな、ね、ことはねずっとおっしゃってて、なんとかこれは開花しないだろうかというふうにね言っていましたが、ようやくそのつぼみが開きかけてきたというね感じですね。宮根さん、はいはい、さっきね、あの、うん、井上京子のこと今までにないね、タイプの女子レスラーが言ったんですけど、はいはい、反対に吉田の良さっていうのは、うん、あの従来の女子プロレスのこう伝統を受け継いだレスリングをするんですよ。逆にそれが貴重かもしれませんね、はい、うん、みんなが変えよう変えようとしている中でね、それを正統の派の女子プロレスを踏襲していくというのもね、はい、ある一つ必要なところかもしれません。あっと、これは同期生対決でありますが、カウントは2つであります。さあもうとにかくあの苦しい時代を戦ってきた2人がこのメインイベントのリングで戦っております。カウントは2つであります。逆に吉田は思い切って戦える相手かもしれません。うわっと、おー、固めていく固めていく、何かどこに足が固まっていくのかわからないような感じで相手に噛みついていく井上京子の手と足であります。さあそしてブル中野が出てまいりました。ちょっとブル中野が出てくると吉田麻里子は辛いかなという感じでありますが、しかしタッチにはいきません。今一瞬北斗晶が手を伸ばしたんでありますが、吉田麻里子はタッチに逃れはしませんでした。さあセカンドロープを使ったブル中野の攻め方でありますが、さあこのままホールに入っていきます。カウントは2つ。まだまだじっくり料理しようという感じのブル中野、さあロープにするブル中野でありますが、ラリアート、これはうまく避けていた側転であります。さあそしておっと、おー、これはうまいぞ、おー、逆転の回転美が飛びでありますが、これはちょっと回転が崩れて、そしてロープに近かった。さあロープに振って、さあ吉田麻里子、さあロープキック、もう一回手押し、負けずに吉田、もっともっと技をかけていってもらいたいが、ああどうしていいのかわからない。これはブル中野がおいどうしたという感じで悠然と待っておりますが、さあどうか、これもダメだ、そんなもんじゃダメだと、そんなもんじゃダメだというブル中野の一発であります。さあそして、さあ堂々と軽い攻撃を受けてみようという感じのブル中野、やはりラリアートが待っていた。 3WA チャンピオンのアスカ単独という感じですが、そうですね、しますが、やはり世界のシングルチャンピオンは強いね、うん、またね、先輩としてね、メインの試合に組み込まれた時にね、どれぐらい大変なのか、どれぐらいの責任を負っているのかっていうのをね、うん、体で分からせてあげなきゃいけないんですよ。あ、もうまさに力の違いを見せつけているブル中野であります。さあジャーマンスープレックス、ジャーマンスープレックスだが、それは本当が好フォローであります。さあ大丈夫か吉田、今日はね、あの試合前に一生懸命あの得点からのエルボーとかね練習したんですよね。なかなかそういった自分の良さを出すことができません。あの後楽園で見せたいわゆるあのキビキビとした動き、スピーディーなこの吉田麻里子独特の動きというのがね出せないまま、やっぱり緊張感っていうのがあるんでしょうね、これね。まあ、それとブルに跳ね返されてね、ちょっと混乱してるんだと思います、ね、あ、何も聞かない、ね、さっきもね、何をやっていいのかなという感じでね、もうちょっと落ち着けばね、何か出てくると思うんですけどね、はい、そうですね。またあの私の目から見ればね、はい、このままきっかけがつかめなくて自分の練習したものを出せなかったとしても、はい、まあ、初のメインイベントでね、うん、あの得るものはたくさんあると思いますよ。確かにそうですね、はい、いろんなものを吸収していってもらいたいと思いますけれども、はい、今は本人はそれどころじゃないかもしれないですね。後からでしょうね。そうですね、後からいろんなことが分かってくるんじゃないかと思いますが、ブルから投げ飛ばした、先ほどからドラゴンスリーパーで懸命に締め上げていましたこの井上京子で、あとカウントは 2.5、 さあここは逃げてこい、ここは逃げてこい、あ、捕まってしまった、捕まってしまいました吉田麻里子。さあまた帰ってまいりましたが、ちょっとブル中野が俺の出る幕じゃないだろう、そんな感じであります。
ちょっと井上京子お前が行ってこい、そんな感じでバトンを渡した感じでありますが、あっとここで吉田麻里子がようやく赤コーナーに逃れました。さあ北斗晶、あっとさあ、おっと北斗晶とブルナカの対象同士の一戦になるぞ。あっ、これも落としていった、軽量の北斗晶でありますが、タイミングさえ合えばブルナカのを倒すことはできます。さあこれもだ、何か巨木が倒れるようにマットに沈み込んでいきましたブル中野であります。トップロープに上がっていった。さあ吉田を呼んでいる、なんだ吉田を呼んでいる、こうやってやるんだ。北斗晶は確かにそう言いました。カウントを刺す。さあ吉田麻里子もちゃんとフォローに入れています。さあ吉田麻里子に見せつけるようにドロップキック。しかしこのドロップキックはわずかに避けている。さあカウントが入るぞ、とカウントを刺す。さあそして2人攻撃アウトコーナーであります。さあセカンドロープから飛ぶか、この気をつけたわけじゃいけない。さあそしてそのまま固めた、カウントが入るぞ、カウントは2つ。もう吉田麻里子は懸命にフォロー入れるんですよ。ねえ、難しいですね、なんかね、なんとか決まってほしいという気持ちが本当に伝わってきますが、さあロープに振った吉田、クラクラ当たっていきます。独特の技であります井上京子、ロープに振り返した、あーっと後ろからドロップキック、これはブルナカノーも巻き込んだ。さあ吉田が飛びますよ、相次いで飛びました。北斗晶とそして吉田麻里子の全体飛行であります。さあ青コーナーサイドから逆サイドへ切り捨て、さあこの膝、さあそしてラリアとダブル攻撃、さあまた対角線に振って得点からのエルボー、そしてラリアとは逆にラリアとを返された。これを懸命に練習しておりました吉田麻里子と北斗晶であります。さあしかしそれもブル中の2回目は効かなかった。阿部さん1回目は効いたんですがね。そうですね、トップロープからあっと禁止落としていった。さあカウントが入りますがカウントは2つであります。吉田麻里子が懸命に返します。初のメインイベンター、プレッシャーの中で吉田麻里子は懸命に戦っているが、あっとこれをよく見ていた。さあロープに振ります。さあ2人攻撃だが、さあこれはうまかった、井上京子もこれをよく見ていました。さあブル中野が出てきた、ダメージを受けている2人であります。さあその2人をロープに振っておいてラリアート、これをうまく避けた。さあどうする赤コーナー、持ち上がらない、恐れ入りました、ブル中野。さあダブルチョップ、あんなことができるんでしょうか。しかし信じられないブルの返し技、トップロープからキロチンドロップ、とどめを刺したか、ブル中野。いいカウントであります。最後はお得意のトップロープからのキロチンドロップ、しかし何よりもその前の一人で2人を投げつけた、すごいですね、今のは。初めて見ましたよ、あれ。そうですね、やっぱりね、アジャが燃えればブルも燃えると。本当ですね、まだこのアジャとブルのこの2人の時代は続くのか、そんな予感さえさせるブル中野の圧倒的な強さでありました。赤コーナーは北斗晶と吉田麻里子、このコンビでありましたが、初陣吉田麻里子が担がれながらリングを後にしていきます。しかし先ほどから、サッカーも言ってましたけれども、これが阿部さん一つ大きな風になるということですよね。そうですね、やっぱりこう経験を何度も積み重ねていってね、はい、やっとやっぱり真のメインイベンターになるわけですからね。はい、一番最初にブルにぶつかっていたときに、もう何もできずに跳ね返された、あの時のショックっていうのは絶対忘れないでしょうから、そうですね、それを踏み越えて、
一つ大きくなれるかどうかというね、うん、そうですね、まあ、最後でもエルボーが1回、2回決まりましたからね、そうですね、あの側転からのエルボーね、はい、まあ、ステップバイステップでいうことですね、はい、いいものは出してきてます、はい、この後ライオネ・タスカがね、インタビュールームに行って準備ができ次第、インタビューしてもらいたいと思いますけれども、アスカの方にもし、勝利者チームが戻ってきたらこちらの方に、伝えてきてください。アスカいますか、そちらの方に。まだそちらの方に来てないみたいですね。はい、それではインタビュールームの方来ていいですか。はい、あ、どうや準備の方できたようであります。それではインタビュールームのアスカの方にマイクを渡しましょう。はい、どうもお疲れ様。今日の、ね、メインでやっぱ目玉といえば、吉田麻里子がね、初のメインイベント入りということなんだけど、まあ、ブルとしてはすごく胸を貸してあげてたっていうのがあるんだけど、まあ、先輩として点数をつければ。いや、点数つけるほどのレスリングしてねえから、まだまだ。まあ今日は相手に吉田が入ったから楽勝に勝ったっていう感じで。井上は、まあ、同期ということなんだけど、はい、自分でもね、メインとか多くこなしてるじゃない。そういった面では、はい、まあ、同期のさ、こう上がってきたことに対してはどう思うか。上がってきたとかは全然関係なく、とにかく自分のレスリングやっていくだけです。で、ね、やっぱこの私が見ててやっぱ対照戦だなって思ったよね。勝ち負けってこれは対照戦だなって思った時、やっぱりブルに思った通り軍配が上がったっていうところなんだけど、まあ、北斗に関してはどうかな。今年だって結構当たってて結構強くなってきて、ちょっと危ない面もね、互角だっていうところを見られてるんで、ああ、今度もしシングルで当たることがあったら、めちゃくちゃに叩くつもりします。ということで、じゃあ頑張ってください。お疲れ様でした。はい、ということでね、ブルの中の、まあ、まさに今日はなんか一人で二人を投げ捨てたね、あのベンバスさんが印象に残ってしまいましたが、まだまだなんか続きそうな感じがしますね、このブルとアジャの、ね、時代っていうのが。そうですね、二人の今日は本当に強さを見せましたね、でもまあ豊田山田にしろね、はいはい、北斗誰かにしろとにかく入ってほしいですよね、このそうですね、この中にね、はい、ベビーフェイスがね、はいはい、あ、どうもお疲れ様でした。もう今日はね、はい、解説からインタビューから大変だったけれども、初体験でしたけど ね、でもやっぱりアスカーでしか聞けないような話があったりね、はい、聞いてました。アスカーが聞いたから答えてくれたような話もあってね、非常に良かったですが、はい、今日のね、ベストファイター。そうですね、まあ、今インタビューしてきたところ、ブルは回転するほどでもないと言ってたんですが、まあ、甘々に見て今後の吉田に期待度を含め、吉田麻里子にベストファイターを送りたいと思います。引き目ありません。そうですか、まあね、初めてのね、メインで、まあ、一生懸命やっていきましたからね、まあ、これからね、はい、これを生かしてというところですか。生かしてほしいなという思いを込めて、うん、そういう意味を込めてね、はい、わ、はい、かりました。じゃあ今日のベストファイターは吉田麻里子選手ということでございます。さあ、それではせっかくね、言われてきましたから、お待ちかねの、はい、ワンコそばに行きますか、はい、みんなで行きましょう、ね、はい、300杯目指して行きましょう、はい、それでは今日のフィニッシュシーンをご覧いただきながら、この辺でお別れしたいと思います。